マリブラン、フランスワブーショが描いた、オテッロのデズデモーナ役を演じるマリア・マリブランの、肖像画、マリア・マリブランは、フランス生まれの声楽家。19世紀で最も有名なオペラ歌手の一人であり、メゾ・ソプラノで、コントラルトとソプラノの両方の声域を用いて歌うことが多かった。マリアは、その強烈な個性と、ドラマティックな生き様でも、 非常に有名で28歳という若さで溶接したこともあり伝説的な人物となった。マリアの声は聖域、力強さ、しなやかさにおいて高く評価されていたという当時の記録が残っている。マリアはパリで著名なスペインの音楽一家に生まれマリア・フェリシタス・ガルシア・シチェスと名付けられた。父親のマヌエル・ガルシアはロッシーニからも 称賛されていた有名なテノール歌手で、そのオペラ、セビリアの理髪誌では、主役のアルマビーバ伯爵を演じている。ガルシアは作曲も手掛ける、声楽講師でもあり、自らマリアに、声楽の基礎を教えた。ガルシアは頑固で独断的な人物だったが、マリアも、自己主張が強い性格で、二人のレッスンでは、喧嘩が耐えることはなかったという記録がある。 マリア・マリブラン・マリアが最初に舞台に立ったのは8歳の、時のナポリでのフェルディナンド・パエールのオペラ、アニエーゼ公演で、父ガルシアとの共演だった。17歳で、ロンドンのキングズ・シアターの聖歌隊の一員となっている。巧妙なプリマドンナで、セビリアの理髪氏に出演する予定だった、ジュディッタ・パスタが体調を崩した時に、ガルシアはマリアを、パスタの大役に推薦し、 マリアの代役出演が決まった。年若いマリアは観客たちの人気を集め、このシーズンの公演が終了するまでマリアが同じ役を務め続けることとなる。公演が終了するとすぐにガルシアは自身のオペラ一座をニューヨークへと当たらせた。この一座の主要演者はガルシアの家族であり、マリア、兄のマヌエル、母のホアキナシチェスが名を連ねていた。後に、 オペラ歌手として大成するマリアの妹ポーリーヌも同行していたが、ポーリーヌはこの時まだ4歳の少女だった。この時の公演がニューヨークで最初に開催されたイタリアオペラ公演だった。9ヶ月間でマリアは8つのオペラで主役を演じており、そのうち2作品はガルシアが書き下ろしたオペラである。ニューヨークでマリアは28歳年上の銀行家、フランソア・ウジェーヌ・マリブラント。 電撃結婚した。この結婚はガルシアがマリアに敷いたもので、フランソワがガルシアに十万フランを贈呈するという約束に対する返礼ではないかと考えられているが、単に先生的な父親の元から逃げ出すために急いで結婚したとする別の記録もある。しかしながら結婚後数ヶ月でフランソワは破産し、マリアが舞台に立って夫婦の生活を支えなければならなくなった。 そして一年後にマリアはフランソワを残して、一人で、ヨーロッパへと戻っている。ヨーロッパでマリアは、ドニゼッティ作曲のオペラ作品、マリア・ストゥアルダの初回公演で主役を演じた。このオペラは、フリードリヒ・フォンシラーの儀曲、マリア・シュトゥアルトを元にしており、検閲感から強い非難を浴びて、内容の修正を強く要求された作品だったが、 マリアはこのことをほとんど意に返してはいなかった。マリアは、ベルギー人バイオリニストシャルル・オーギュスト・ド・ベリオと恋に落ち、マリアがフランソアとの婚姻無効が認められるまでの6年に、わたって、事実婚の関係を続けた。1833年には、息子シャルル・ウィルフリッド・ド・ベリオが生まれている。バイオリンのソロパートで演奏される、メンデルス・ゾーンのアリアは、 この二人に捧げられた作品となっている。マリアは、パリ国立オペラなど、一流のオペラハウスでオペラを演じた。パリでは、アイルランド人作曲家、マイケル・ウィリアム・バルフのオペラ作品に出演している。1834年にマリアはイングランドに住居、移し、ロンドンの舞台に立つようになった。1836年5月の終わりに、バルフが、マリアのために書いた。 アルトワの乙女に主演している。マリアは1836年7月に落馬事故で、回復不能な重傷を負ったが、医師の診察を拒み、舞台に立ち続けた。落馬事故から数ヶ月後にマリアは死去し、ベルギーのラーゲン墓地に埋葬された。マリアがブリュッセル滞在中に宿泊していたホテル現在は、視聴者として使用されている。マリアは、 ロッシーニの作品と最も関係が深いオペラ歌手でタンクレーディ、オテッロ、イタリアのトルコ人、ジェネレントラ、セミラーミデに出演している。その他にもマイアベアのエジプトの十字軍、代表版となったベッリーニのノルマ、無誘病の女、カプレーティとモンテッキにも出演した。マリアはベッリーニのカプレーティとモンテッキで演じたロメオとは別に、 当時有名だった別の二つのオペラでも同じキャラクターであるロメオを演じている。スインガレリのジュリエッタとロメオとバッカイのジュリエッタとロメオがその作品である。ベリリーニは自身の作品新京都をマリアのためにメゾソプラノの歌曲として新しく書き直し、さらに新作品をマリアのために書き上げることを約束していた。 しかしながらベッリーニがオペラを書き上げる前に死去したため、この約束が果たされることはなかった。マリアの聖域は G3E6 と非常に広く、さらに無理をすれば D3F6 という極めて高音域の声も出せた。この広い聖域のおかげでマリアは、コントラルトの歌曲もハイソプラノの歌曲もたやすく、こなすことができた。マリアが舞台で見せる激しい感情表現は、 当時の人々から高い評価を受けている。ロッシーニ、ドニゼッティ、ショパン、メンデルスゾーン、フランツリストといった音楽家たちもマリアの信奉者だった。しかしながら、フランス人画家、ドラクロワのように、マリアには気品と教養が欠けており、芸術を理解しない大衆にこびているだけだと非難した著名人もいる。マリアの声と、その歌唱技法について、 フランス人音楽評論家カスティル・ブラーズは、マリアの声は力強く響き渡り、鮮やかで活力に満ちている。この神からの贈り物が、情熱的なアリアとなって、聴衆の心を揺さぶる。成長で正確に、半音階ずつ、高くなるアルペジオ、力強く魅力あふれる節回し、時に優雅に時に生めかしく響くマリアの声は、あらゆる芸術がもたらすことができる。 幸福感に満ちていると絶賛している。バルセロナのテアトロプリンチパルのファサードにあるマリアの肖像彫刻、マリアの生涯を描いた複数の映画が存在する。2007年にイタリア人メゾソプラノのチェチーリア・バルトリがマリアとその主演作を題材としてマリアに捧げたアルバムマリアをリリースし、同時にマリアに捧げた。 大規模なツアーの開催と DVD の発売を行った。2008年には、デッカレコードから、チェチーリア・バルトリが主演し、多数のカデンツで構成された、ベッリーニの、無誘病の女が発売された。多くのカデンツを駆使するという技法はマリアが使用していたもので、役の聖域もジュリッタ・パスタやマリアが演じていた時の、ままにハイメゾ・ソプラノの聖域に戻されている。 ありがとうございます。